ミーティングが足りてないと思うんだよ俺。でも、うん、それはまああるでしょうね、まあ、それと、はい、やっぱりね足が遅すぎるみんな。でも湯田さん言うようにね、うん、もちろん湯田さんの足速かったし、まあ、盗塁の足もあるんですけど、そうじゃない足ってあるじゃないですか、走塁ね、うんうん、イコールまあさっきミーティングで言われた決まり事、決め事、それはフォーメーションとか中継プレーとかみんなそれにかかってくると思うんですよ、うん、だから肩弱かったら肩弱いなりにもう少しカットマン相手の方が近くに寄って、とにかくカットマンでしっかり投げろとか、あんまりにもその試合この前のさ、はい、山田がホームインしたじゃん、こうやって、はいはいはい、ローリングの、はい、あれでもカットマンずれてるからな。ほんであれも違うか、あの後ろのカットマンにセカンドカットマンに来てワンバウンドで、それもそうそう、いやファーストカットマンに来てたらアウトだ、あれあのいいボールだったけどね、そう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 、ホームには、はい、いいボールが来たけど、だから本当にね、ああいうちょっとしたもんじゃないですか。そうなんだよ、だからそこをこだわるかこだわらへんかっていうことでしょ。いやだからよくやったじゃん、キャンプでさ、ファールボールで一三塁で、でピッチャーがカットマンに入るかどうのこうのでさ、はいはい、裏でタッチアップするか、これ年に1回あるかないかじゃない、はい、でもそういうプレーがやっぱなぜ大切かっていうとさ、やっぱこうあの神宮でもさ、そのカットマンのちょっとしたズレ、カットマンに返してくるズレ、これがやっぱり1点を生む、その1点がやっぱこう優勝に大きくヤクルトは近づくし、阪神は遠のくじゃない。だからそういうね、本当に数センチのプレーがああいう大一番というかね、1年を左右するようなところで出るのが野球じゃないですか。そう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 、でもあれは本当見てて、確かに山田のスライディングもうまかったですよね。うまかった、抜群にうまかった。こういってうまかったけど、本当あれ間一髪ですよ、うん、半歩ですよね。だからもう左手をおとりにしといて、右手でついたからね。あれはセンスですね。いやあれはセンス。同じ時に岡本があったんだよ、うん、広島戦で、はい、ドーンと打って、打つって。そうだね、まあ、まあ、タイプは違うけど、岡本にそこまであの踏んだら踏んで帰ってこなあかんね。三角目線なんやから、あれはちょっとないわ。な、いやだからそういうことも含めて、やっぱ教えてあげるっていうことがすごく大切なんだよ。だからまあどちらかというと、今はもう選手が好きなようになって、あの自分の個性を伸ばしてやりたいようになってやるっていうなんかちょっとこう日本の主流になってきて、あんまりあの言うと選手ができないとかいうふうなことになってきてるじゃないですか。いや俺はね、選手はね、やっぱミーティングでちゃんと教え込んだ選手っていうのはしっかりそれを守ろうとする今、はい、選手たちは多いと思うよ、うん、ただ教えられてないから自由にやってるだけで、うん、教えて勝ち出したら絶対そうするよ。だ結果的に勝ち出したらとか、その成果出ださなきゃ今の子信じないじゃないですか。そうだから今言われたように、そういう風ななんかこう何でもかんでも初球から、今なんか初球から振ることがすごくいいことって言われるようななんか流れがあるじゃないですか。初球のファーストサイドを振るんじゃなくて、自分が決めたところのボールをしっかりスイングして、それをヒットにするのが本当の積極性と思うけど、それ100で100でな、それなんか今ストライクゾーンに来たらなんか振らないとなんか消極的に見られるようなね、うん、そんなちょっとこうイメージがありますよね、うんうん、だから今みんな初球振るでしょ。ただね、今球種とか、はい、まっすぐが速くなって、もうやっぱり初球からどんどん勝負するっていうのがさ、まあ、主流だよね。主流はそういう流れじゃないですか。だからその初球から打つのもやっぱり先のエラーの仕方もありますけど、振り方とかそのどういうふうな見ててもこう意図を感じるようなスイングと、まあ、もちろんバッティングですから技術がなかったらそんな意図は見てる人には感じられないんですけど、1番バッターとクリーンアップと下位のバッター代打の選手、球に出る選手っていうのはもちろんね、ファーストストライクのスイングの仕方は違うんですけど、何もかもが一緒くたになって持ってるような気がしますね。だからチームによってさ、はい、いろいろタイプがあると思うんだよ、はい、だから そのチームの個性っていうのを出していかないとさ、まあ、例えば2番最強説で言ってて、はい、どこもやりやらしたでしょ。いやいや、うちは別にいいよっていうところはないもんね、はい、だから2番にそういうバッターがいれば、2番にいて3番、4番、5番にそういう選手がいるチームとか、例えば、神宮とか横浜スタジアムのようにホームランが出やすいところは分かるんですけどね、うん、何かそのバウンドすることをすごく消極的に、ただあの初回から1個バウンドでアウトもらうことも確かに守る側からしたらホッとするところもありますよね。いやだけどさ、エースが投げててさ、まあ、バウンドやられてこれが1点台の防御率を誇ってると。いやそれはもう、いやそしたら送りバウンドで1点ずつの仮面あの積み重ねていいでしょ。で僕らの内野手はね、やっぱランナー2塁とかサードにいたら
嫌じゃないですか。そのプレッシャーっていうのはやはりバッテリーも低いフォークボール掘れないとかってあるじゃないですか。それも土のグラウンドだっていうのはたまらんですよね。地方球場だってもう手で鳴らしますよ。そうだよな。はい、ジャイアンツ、ようジャイアンツのこと話すじゃないですか。いやいや、ちょっと最近なんかちょっと弱ってきたから話しませんね。もう無視だまあそんなこともないけど、やっぱジャイアンツは甲子園だな。でもね、どうしたんですかね、9月に入ってからのジャイアンツの失速ぶり。まあみんな、もちろんジャイアンツは中心のね、まあ坂本、丸、岡本という3人がこれ軒並み状態が良くないですよね。で、岡本に至ってもホームラン数と打点数だけ見ればねすごいんですけど、何かそのもう一つ今シーズン見てると勝負どころでのその岡本らしさっていうんですか、そうだな。で、まあ、坂本にしても丸にしても本来の状態ではないですよね。全くね。いや、坂本は分かるんだよ。オリンピック行って疲れてるとかさ、体力的にショートでしょ。ね、ものすごく坂本、まあ、好きじゃないですか。いい選手ですよ。いい選手ですよ。それで、甲子園で坂本引っ込めた、6点差追いつかれた、はい。もうあれからだよ。それで、本当は坂本は休ませ、使おうと思ってたはずなんだよ。でもそれが休めなくなったっていうさ、うん、体力的な負担がおそらく来てると思う。で、丸は一説によるとなんかこうコロナの後遺症じゃないかっていうことも言われてるんだよね。あ、少し、はい、じゃあやっぱコロナになったら分かるでしょ、後遺症みたいな、はい、それがまだ抜け切れてないんじゃないかっていう、うん、はい、その前後に挟まれた岡本っていうのが一人で背負うことがもう苦しくなってるんだと思う。だから、まあ、ジャイアンツの場合はね、やっぱ9月からこうぐっとこう来るのかなっていうところで来れなかったので、なんかもうこの9月の巨人見てるともうちょっと何か目標を失ったような、うん、そういうふうに見えますし、まあ、もちろんエースというのは怪我勝ちっていうのもあったしね、うん、なかなかその抑えの 中川にしてもベイラにしてもちょっと故障持ちだったり、なかなか1年間通して働けなかったっていうのもあるじゃないですか。でもキャッチャーの大城と小林ってもなかなか固定できなかったり、まあ、途中中田取りましたけど、なかなかその思うような成績が残らなかったりね、この2年間の巨人見てたら、やっぱちょっとこの終盤の失速っていうのは、ちょっと予想外ですね。だから中田取るのはさ、別にいいとしても、中田の使いどころはあれでよかったのかっていう反省点もあるよね、結果的にね。うん、だってパ・リーグでは1割しか打ってなくて、うん、じゃあセ・リーグで3割打てるかっていうと、なかなかやっぱ厳しいと思う、うん、でましてやあの精神状態で来てる、はい、そしたらファームに置いておくことも一つの手だったのかなっていう。でファームでもうちょっと試合にゲームに出してから、うん、一軍の状態上がってきてから使ったらよかったということですよね、うん、そうだよな。だからまあそこに、まあ、首脳陣はやはり中田っていうものにかけたわけじゃないですか。かけたんだろうな。これも結果論としてやっぱり、いやだから逆に言えばこういう結果が、先の結果が見えてたのかもわかんないよな。もう一枚足りないとかさ、まあ、打線の中で。まあでもやっぱり、ね、みんな僕たちはもちろん結果で言われる仕事で、現場の方はね言われてしまうし、みんな良かれと思ってやるんですけど、なかなかそれがうまく回らなかったらチームもやっぱりなかなか勝っていけないということですね。たださ、やってる野球のやってる雰囲気は悪すぎる。でもね、田さんね、そう見えるけどね、負けてる時にねできませんよ。まあな、そう、まあ、特にジャイアンツやろ優勝。そうです。俺もそうやね。だからそう見え、もう見えてしまうんだよ。で、忖度忖度ってコメントには書かれてた。忖度ちゃうわよって。忖度ってドクター X がまた始まりますけどね。忖度、忖度起きないとかってあるじゃないですか。なんとか起きない、権威起きないとかあるじゃないですか。まあでも例えばクライマックス行って、はい、ね。これもともとしてたら本当広島分からんからな。広島状態いいし、うん、いやだけどまあ日本一っていうチャンスは残されてるわけだからさ、まあまあ ねだからモチベーション上げてほしいよな。そのね、残されてるんですよ。だからでもクライマックスがあるんですけど、だここでね中4日5日でピッチャー行ってるじゃないですか。それ大丈夫かなっていうふうな心配はありますね、うん、だからもう調整に入っていいと思うんだよ。調整は仕方ない、入らざるを得ないです。そうでしょ。だからもうしていいと思うんだよ、はい、しながら勝っていかないと。じゃあね、まあ、あとドラゴンズの中日、ドラゴンズの中日一緒やんか。あ、すいません、ドラゴンズのカープどうしたんや。まあまあカープはね、豊さん、うん、まあ、日本代表に5人入ってるんですよ。そうよ、
それはどうですか。まあ、まあ、相澤はね、怪我で辞退しましたけど、まあ、今年に関してはまあやっぱもうピッチャーと思うんですよ、あそこ。ただね、俺はね、野手もね、わがままになってんじゃないかなっていうような気がするんだよね。そうじゃなくて、やっぱ組織の中の一人だっていうことを考えるとさ、うん、もう全日本も何もなくて、若手もベテランもなくて、まあはい、だから、そういうところを、そういう規律というものをさ、やっぱしっかり保っていけてんのかなっていうのは、こう感じる時あるんだよ。まあ、3連覇した時にね、うん、まあ、その黒田や新井がいて、まあ、その下に 丸とかいて、やっぱりそのチームのバランスが良かったってことでしょうね。うん、そうそうそう。だからこれからそういうのを、まあ、鈴木誠也とかやっていかなきゃいけないっていう、そうそうそう、チームが若返ったんですけど、そういう存在がいなくなったってことですよね。そうそうそう。まあ、ただ若手の、まあ、サードの林にショート小園なんかが出てきて、楽しみなことは楽しみですよね。楽しみだよ。宇野さんとかもいいし、うん、大森とかもさ、葉月とかもいるし、もう結構いるよ。まあ、坂倉もね。坂倉もそうだし、まあ、キャッチャーの石原、はい、なんかもう魅力的な選手が多いのに、だからオリックス状態にならないように気をつけないとさ。まあ、でもの、まあ、昔のね、まあ、3連覇したちょっとね、あの時の中心選手と あのちょうど交代のそういう風な節目の年かも分かりませんけどね。まあ、まあ確かにね。まあピッチャーな、ピッチャーですよ、やっぱりピッチャーですよ。でも魅力的なのは多いと思うよ。まあ、中盤ね、徳田にしても、ね、出てきましたし、高橋って左のピッチャーいますしね、まあまあ、栗林というふうな最後しっかりしてますんで、うん、メンバーはそこそこいると思うんですよね。だから今年も結構連勝は最近オールスター中できてきたじゃないですか。それなんでダメなの？で、連敗するでしょ。なんでなんでって言われたの、それは分かりませんよ、その理由は。いや、俺ね、笹岡監督がもう少し野手を動かした方がいいと思う。ほんで、あそこは助っ人もいないじゃないですか。うん、1人またね、代表が入ってくれば、まあ、鈴木誠也、桜ももっと生きるんちゃいますか。まあまあ、確かにな、はい。クローンっていうのはさ、ダメだったな。メヒアもね、あんまり上がってこなかったですしね。まあ、そこら辺でもうちょっと動かしてもいいのかなって、はい、いろんな動きが攻撃のバリエーションを増やせば、はいはい、俺もっと点が取れるチームだと思う。うん、中日、中日、中日はね、一言で言うと瞑想いや、この瞑想感じるのはさ、はい、もうね、あっちゃん広い球場だったらさ、はい、じゃあどんな選手がいる、ホームランが出ない、いや、足の速い選手だもんね。もう今更だよ、使ってんのが。いや、遅すぎるやろって。でね、1年間ベンチにね、入った武田がね、あんなことあんまりないでしょ、戦力外って。だって前日クリー出ましたよ。代打出てんだよ。あれはしかしちょっとびっくりしましたね。どういうふうな、まあ、フロントと現場のね、もちろん意見があったと思いますけど、ああいうケースは珍しいじゃないですか。いや、珍しいし、去年からちょっとおかしいじゃん、契約更改でも。そうだね、アコア、祖父江がもうふてくされちゃって、もそうですね、いや、そしたら、いやいや、ちょっと待ってくれ、見直すからみたいな、ダルビッシュがツイッターでなんか発信してるみたいですね。そう、いや、だから、なんかちょっと迷走してるというかさ、なんかこう、筋が通らないこともあるし、そうやってね、で、まあ、そのドラフトだってさ、はい、あそこで大砲取って育つか。だからもう足の速い、まあまあその守れる、うん、でまた、でもまあやっぱりあそこって打つ選手取らなしゃあないでしょ、ある程度打ってくれたら困るじゃないですか。もちろんだけどさ、それ長打望んだところでさ、はい、選手が苦しむじゃない。まあそうですね、うん、だからまあでも長打も出るようなバッターで足もあるバッターってことですよ。もちろんだからまあ言えば佐藤みたいな取れよかったんだよ取れたらね、あ、足が速いじゃない。まあまあまあね、まあ、あれだけくる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 回られるとさ、やっぱそれはしょうがないけどさ。でもそういう点ではね、一番その、まあ、さっき広島にしても、まあ、DeNA にしてもね、まあ、ミーティングの改善やとか、まあ、広島はそうやってメンバーいるから楽しみやとか、林小園がいたりっていうのはあったですけど、そういう面ではドラゴンズは来年からのことを考えてもちょっと苦しいですよね。ピッチャーはいいですよ、うん、じゃあ来年、まあ、大きくね、助っ人超いいのが助っ人2人入るとかやったら別ですけど、じゃあ日本人で来年バッと来そうなんかいるかって言ったらそうでもないんですよね。まあ確かにね、まあ根尾が来年どうなるか分かりませんけど、まあその辺が、まあ、ドラゴンの課題かなというふうに思いますね。例えばドラフトでもよ、あれだけのピッチャーがいるんだったら野手行ってもいいと思う。いや、絶対野手行かなあかんすよ。そうでしょ。そしたら大砲取るのかピストル取るのかってどっち取る？
まあ、これはね、僕 の, あのドラフト情報を見てもらったら分かると思うんですけど、僕はあのブライン、上武大学の、はい、右バッター、はい、まあ足は速そうだよな、まあ、あの即戦力の打つ方で言えばね、慶応の正木君か、あの上武の子か、あとは駒澤の鵜飼、あれは中京や中京なんですけど、まあ、DH が多いんで、やっぱ守るということに関して言えば、そのブラインドになるんですよ。中日はね、あのヤクルトの足の速い並木と、はい、磯端、日本ハム、はいはい、それと和田、はい、ぐらいで外野手守らすぐらいじゃないと。伊藤さん、もう一人いいですか？誰？江越。